モンズ生態の三つのぶです。この前脱毛に行ってきたんですけれども、その時に感じたことを今回の動画でアップしていこうかなと思っております。ブログの方はね、この前ねアップして書いてたんですけども、ちょっとね仕事が忙しくて動画の方をアップするのを忘れたので、ちょっと今から解説していこうかなと思います。今ね1回目この辺わかりますか？今日ヒゲ剃ってきたんですけども、この辺が脱毛をした感じです。あとここのデコルテラインね、これ1回目。大体ね、脱毛をすると、医療用系のレーザーなのかな、が1回やると大体 20% オフぐらいにの発毛になってくるみたいです。だから前に比べると少しずつ脱毛、ヒゲが生えなくなってきたような気がしますっていう風な感じはします。で大体コースがね、6回コースが、まあ、標準でついてるんです。だから 20% ずつ順調に減っていけば6回すれば、まあ大体綺麗になりますよっていう風に言われるんですけれども、なんかやっぱりね、あの 女子みたいにツルツルになろうと思ったら大体ね目安がね8回から、10回ぐらいが目安らしいというふうに聞いてます。なので、でこれ1回やったら1ヶ月期間を空けないといけない脱毛のやつをやったんですけども、あのピュアメディカルクリニックさんでね、でやったんですけれども、それでもねやっぱりね6回やってみてからどれぐらいヒゲの生えてくるかっていうの感じを見てからに考えようかなと思います。でただね、脱毛はねとっても痛い、めちゃめちゃ痛かったです。っていうのはなんかね、麻酔みたい、まあブログにも書いてるんですけども、麻酔をこうやってねやってもらって、ちょっと軽い麻酔なんでしょうね、やってもらうんですが、あの黒いヒゲのところにレザーが当たるとバチッって音が鳴って、なんか焦げ臭い匂いがするんですよね。やっぱこれはね男性の人は仕方がないらしいんです。でやってもらったお姉さんの話も聞いてみると、男性はね1回目に初めが一番痛いですよと、で2回目以降はあの濃さがマシになっていくので、1回目ほどではないです。なんか悶絶整体三つの子のどっかで聞いた話と一緒だなと思いながらやってたんですけども、まあまあ僕ね痛い整体をする人間なんですけども、痛みにビビりなんですよそこ笑ってるでしょ。いや本当なんですよ。実はね痛いのやる癖してね、自分が痛いのされるのめちゃめちゃ苦手なんですね。だからまあもうあのこう手に汗握りながらこう15分30分ぐらいバチッバチッううううみたいな感じで、あの脱毛の痛みに耐えてました。で痛いところってね、実はねこの辺とかね、この辺はねまだマシなんです。この辺、僕の場合ここら辺、この辺特にここが痛かった。この辺がきついんだろうね。バチッうううみたいな、ビビりまくりました。なので結構ヒゲが濃い男性が何脱毛しに行くと結構痛いから覚悟はしといた方がいいと思いますが、だいぶヒゲはね気にならなくなるのは事実です。本当はね僕ね VIO つって、あの下の毛もちょっと剃って、ちょっとチュルンとした男の子になろうかな、まあ40歳のおっさんが何言ってんだと思うんですけれども、なろうかなと思ってたんですけど、ちょっとねこの顔のねヒゲの脱毛感をもうちょっと頑張ってみてからにします。なんで途中経過ですね、何ここのね、あとボリューマー、ヒアルロン酸ですね、ここにね入れてるんですけども、このヒアルロン酸、こいつはだいぶとねポコンとしたのが減ってきて肌に馴染んできた感じ。逆に言うとね、なんかね寂しい感じ、あれもう大丈夫みたいな。だからこれをねまた入れたくなる人の気持ちもわからないではない気がしました。だからまあでもね、これが入ってることによってやっぱり、ね、このほうれい線が笑った時とかでも全然違うので、まあまた2年後入れるような気もしますね。これね、この状態でずっとキープするならね、やっぱ人は見た目が重要ですからね。まあだからね、とりあえずこのヒゲの脱毛もこれからどんどんやっていきますので、また、動画に撮っていこうと思います。悶絶整体三つのぶでした。また見てね。あ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、ピュアメディカルクリニックさんのリンクも下に貼っときますので、口コミ広場経由さんで行けば最大 15% オフになるので、そっちでもやっていったらいいんじゃないかなと思います。では以上、悶絶整体三つのぶでした。